百鬼連れ釣れ袋、風は、講談社から刊行された、京極夏彦の妖怪探偵小説集。百鬼夜行シリーズ、番外編となる3作品を集めたミステリー、中編集。タイトルは、鳥山石炎の画集、百鬼連れ釣れ袋から取られ、題材となる妖怪も、同著から取り入れられている。出版収録にあたり、初出版に過失、訂正。 百鬼夜行シリーズでは主要ながらも脇役の位置に置かれていた登場人物、榎ノキズ・レイジローを主人公とした中編集、百鬼連れ連れ袋の第2弾で、百鬼連れ連れ袋、雨の続編にあたる。とはいえ、ミステリーの解題と解説は本編と同じく、中禅寺明彦の役割となっている。同シリーズからは他にも登場している人物が多数いる。 掲載作品の時系列は、ジャミの雫の後にあたり、前作と同じく、シリーズ本編より、コミカルタッチの作品集。また、免礼期は、公設100、物語シリーズの世界ともリンクしている。2006年10月から2007年3月に、ABC ラジオ、キーステーションにして、100レズレ袋の台で、100レズレ袋、雨と合わせて、ラジオドラマが放送された。 他にもシリーズ本編からは、木場修太郎、青木文造、中禅寺厚子、鳥口森彦、木下久美春、別のスピンアウト作品である、本尺俗百鬼、雲から沼神連継などが登場する。招き猫のことで近藤ともめた本島は、どちらが正しいか解明するために、豪徳寺に出向いた。そこにいた、見知らぬ娘から思いもかけず、絵の傷の名を聞く。 娘の連れの女性は、化け猫のことで悩んでいると言い,い、話を聞いて、面白がった絵の傷が、調査依頼を引き受けることとなった。本当は、わけもわからずヤクザ者たちに拉致され、空ビルの中に拘束されてしまった。うさんくさい人物の手助けで脱出できたものの、直後にその人物は、空ビルで殺害された遺体となって発見されたと、知らされる。 殺人容疑が、本島の身に降りかかろうとしている状況で、突如、霊感探偵と称する男が現れ、絵の傷に真相を暴く勝負をしようと挑戦してきた。近藤の部屋に、空き巣が入った。しかし取られたものはなく代わりに、覚えのない封印された箱があり、中には、面が入っていた。今川は、呪いの面のようだと言い,い、他にも奇妙なところがあると指摘する。絵の傷は、 鬼いじめ大会がしたいと騒ぎ、一方、マスダは、とある浮気調査で、つたない状況に陥った。清水秋により、漫画化された。百期連れずれ袋、雨に収録されている三作と、百期連れずれ袋、風に収録されている、五徳猫バラ十字探偵の外前までは、コミック界で、雲外強バラ十字探偵の詐欺、免礼器バラ十字探偵の疑惑の二作は、 月刊、アスカで連載された。角川書店、カイコミックより発売。全六巻、ナルカマバラ十字探偵の憂鬱2011年2月24日。発行は ISBN 978から4から04から85万4597から6。ビンチョーバラ十字探偵の鬱憤2011年10月24日。 発行は SBN978 から4から04から85万4700から0。山おろしバラ十字探偵の分外2012年10月24日。発行は SBN978 から4から04から12万476から4。五徳猫バラ十字探偵の外然2013年10月24日。 発行 ISBN978 から4から04から12867から0、雲外橋バラ十字探偵の詐欺2014年12月26日発行 ISBN978 から4から04から102295から5、弁礼機バラ十字探偵の疑惑2015年6月26日 発行 ISBN 978から4から04から103413から2ありがとうございます。